ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。おいおい、いきなりガチャかよ。でレベル2でやるのかよ。5になったら引けよ。魔理沙、うち主のガチャ運知ってる？実は。ストップ、霊夢、これ以上言ったら。わわわ、わかったわよ。出てくるモンスターは一体、なんなんだぜ。こいつは、オルトスじゃないか。なかなかいいんじゃないか。いいんだけど、ウプ主が発狂しそうなんだよね。今、どんな状況なんだ？多分、今頃。てな感じになっくてると思うよ。ウプ主らしいな。で、何行くんだ？何行くって、ヒカキンさんと戦うんだよ。堂々と言いやがった。で、対策あるのか？何言ってるの？マリサ、ゴリ押ししかないでしょ。はいはい、わら。フレンド選択も、間違ったら大変だから慎重に選びましょう。あの霊夢が実況してる、だと。それじゃあ、フレンド選択していきましょうか。そうだな。まあ、この霊夢ちゃんが一番強いってところを見せるとしようか。お、その息だぞ霊夢。決まったわ、モーツァルトにしたわよ。で、霊夢は、何で行くんだ？カムエ2体と、ルシファーで行こうと思うよ。じゃあ、このタンポポを変えなきゃな。よし、できたし、行くとしようか。そうだな、行こうぜ霊夢。でも、少し緊張するわね。行くぞー。これから私たちは消えるけど、声は出すから安心してね。よっしゃー、やってやる。まあ、私にとっては。なんだ、雑魚か。くらいにしか見えませんね。あはは、おい霊夢、何が雑魚だって。ヒカキンさんに謝ればか野郎。金髪ゴリラがなんか言ってるぞ。わら、何が金髪ゴリラだって。霊夢覚悟できてるんだろうなぁ。冗談ですよ。マリサ様、まあ、いいや、でどうなんだ戦況の方は。悪くないかな。まあ、余裕でしょ。そういうこと言うんじゃねえよ。じゃあ、私は何に見える？バカ、カス、貧乏巫女だけど。冗談だよ。気にするなよ、霊夢。綺麗な蝶々がたくさん飛んでる。待て待てー。霊夢の頭が崩壊寸前だ。どうしよう？どうしたの？マリサ？お帰りください。じゃないとマスパするぞ。やれるもんなら、やってみな。なんだろ、ものすごく腹が立つ。よし、実況に戻ろう。マリサ、実況しちゃダメでしょ。なんでダメなんだ、霊夢。だって、このチャンネルは、茶番をメインにしてるから。あ、そうだった。皆さん、この動画は実況茶番です。ボスのお出ましね。さっきの、マリサの足音みたい。おいおい、それじゃ、怪獣みたいじゃん。え、怪獣じゃなかったの？あの、その、ごめんマリサ。私は、鼻毛神剣を極めるんだぜー。どうしよう。意味不明なこと言い始めた。ほら、マリサ、頑張ったら伝説のキノコあげるから。本当なんだろうな、ウプ主。ああ、本当だと思う。なら、とっとと終わらすぞ。っていうか、なんで、ダメゴに当たってるんだ？でへ、いけるかなーって。おろろろろろろ、なんで吐くんだよ。ほら、もう緑ゲージじゃないか。が、頑張れ、ウプ主。私は虫ですか？霊夢、とまあ、わら。誰よ、どこにいるのかしら？私は、天の声だ。神に近い存在だ。え、神、ああ、頭についてるやつね。バカ野郎、それは、神の毛だ。私は神。で、その神様がどうしてここに？いい質問だ。なんか適当に歩いてたら偶然、君たちがいたということだ。なるほど、ウプ主と同じでニートなんですね。ニートではない。ただ暇だったから散歩があってらに歩いてただけだ。いや、それ間違いなくニートだよ。何気づかれないようにしてるんだよ。面白いね君は。気に入った。君も天の声にならないかい？え、私、いや、天の声なんか務まるかな？いや、あんたじゃなくて、そこの黄色い髪の子に言ってるんだよ。まあ、でも、そのうちに声かけられると思うよ。それ本当？もちろん。やったー。よかったな、霊夢。本当によかったな。二人だけで実況なんてずるいぞ。ウプ主、なんで、フランも誘ってくれなかったの？もう少しで倒せそうだね。お、そうだな。もう、友情だけで倒せるんじゃないか？よっしゃー、終わったー。で、フランは？あそこで気絶してるよ。おい、ウプ主、今度、フランにも実況させてあげれば？やれるもんなら、やってみな。痛ぇー。
フラン、わかったよ。次、実況するとき呼ぶから。早く言えば、噛むことなかったんだけどな。ブンブンハロー YouTube。おい、バカ、何してくれとんねん。こいつが、大変申し訳ありませんでした。後でお仕置きしておくのでご勘弁を。霊夢、何か言うことは？やれるもんなら、やってみな。うぷ主、大丈夫か？ご視聴ありがとうございました。